皆さんこんにちは、めこです。最近ね、コメント欄で人生相談みたいなのをいただいたんですよ。改めて動画にして回答したいなと思います。私は今アメリカの高校生、かっこ大学は日本の予定です。今の数学の先生から来年のクラスをスキップするために1年分独学してファイナル、学年末みたいなものを受けることを勧められている。今大数学、かっこ三角関数とかシグマとかを独学しています。日本にいる時は数学が嫌いで勉強をまともにしていなかったんですが、なぜか大数を勉強し始めたら止まらなくなってしまって、一日の大半を大数に注いでいます。そんな中、親にそんな数学好きなら数学科とか考えてみたらと言われました。確かに数学って深めれば深めるほど楽しそうだし、興味もあります。ただこんな興味本位や好きとかで数学科を視野に入れていいのかどうか、どうでしょうか。何かアドバイスお願いしますということでコメントをいただきました。このコメントに対して私は、興味があることを学ぶのが大学だと思います。就職のために学問を選ぶよりかはいいと思います。長い人生なので4年くらい興味があることを勉強する人生の方が充実していると思います、ってことで回答しました。一応理系上の先輩として、女子が理系の学部、特に数学科とかに進む前に考えておくこととテーマに話していきたいなと思います。簡単な経歴として話していくと、高校は女子校で進学校やってんやんか。大学は神戸大学の理学部数学科っていうところを卒業してるんやけど、相談してくれた子が高校生やったから、高校数学と大学数学っていうのはちょっと違うよっていうことと、女子がね理系学部、特に数学科に行った場合のメリットとデメリットについて話したいなと思います。なんかメイク動画の時より全然喋られへんねん。まずね、高校数学と大学数学っていうのはちょっと違うかなと思ってて、高校数学っていうのは数学の点数を取って高い偏差値を取るのが楽しかった。だいたい数学科に来る人ってだいたいそんな感じで、数学だけは学年のトップとか、あと模試とかやったらだいたい偏差値、どの模試とかにもよるけど、だったらだいたい偏差値70代ぐらい、少なくとも60代後半やと思う。数学科に入るとみんな数学できるっていうのは大前提なの。ちなみに私はもともと数学科を目指してたわけじゃなくて、もともとは農学部を目指してたんだよね。地球温暖化を止めるために、オゾン層を作るために、なんか農学部へ行こうみたいな、こう壮大な夢があったんだけれども、今は全くないんですけれども、数学に興味があるから数学に入ったわけではないというか。で、じゃあ大学数学ってどんなんなん？結論から言うと、大学数学っていうのは理論の学問なんだよね。基本一人で勉強、孤独な学問なんよ。特に女子とかがいないからもうさらに孤独。理学部科学科とか、あと工学部の研究系の学部やったら一緒に実験とかしてワイワイやってるやんか。基本的にひたすら授業を受けて、考えるみたいな感じ。高校で数学が得意だった人が大学数学についていけなくて理解不能になる人は結構多い。数学科に進む人ってマジで数学好きやから。私も好きやったつもりやけど、周りはもっと好き。大学の数学っていうのは計算とかがあんまりないんやんか。コメントくれた子は、この三角関数とかシグマとかが楽しくなったって書いてあるから、結構計算よりやん。結構ガリガリ計算していく分野で楽しくなったって書いてあるから、計算が好きっていうだけやったらちょっと大学数学は向いてないかなって思います。もう理論の学問やから、数学を研究したいっていう気持ちが大事かな。私には一切なかったんで、本当大学4年間は部活やってたから、私大学院の時は勉強したかなっていう感じ。本当に数学好きな人って入ってみると分かるけど、すっごい数学好きや。ツイッターとかでずっと数学のことつぶやいてたりするから、こんな緊急事態宣言の時でも ABC 理論でもうすげえ盛り上がるような人たちが数学科。研究が主な学部の人ってとりあえずやってみるよね。その実験結果を見て理論を推定とかをするんよ。数学っていうのはとりあえずやってみるっていうことはなくて、もう理論の積み上げなんよね。でも就活では全然困らへんし、むしろ目立って有利な気がする。私が知っている先輩とか同期とかでも、メガバンクとか、商社とか、むしろ文系の就職の一番いいところみたいなとかにバンバン決まってたりもするかな。割と重宝がられる、その理系の院卒みたいなのは。特に数学科やねんけど、メリットについてちょっと5点挙げたいなと思います。メリットの一つは、
優秀な理系男子と同じ勉強とか仕事を一緒にできるっていうこと。ここで言う優秀っていうのは稼ぐ力っていうより物事を探求する力っていうことに関しての優秀なんよね。メリット2、基本的に理系男子は結構優しいです。メリット3、数学科において人間関係は結構平和です。草食男子やから結構争いを嫌うから気を使ってくれるというか、女子校にいた時よりかがぜん人間関係は楽ちん。メリット4、女子は学生時代限定で狭い世界やけどチヤホヤされる。メリット5、就活では有利。なんか明らかに理系採用枠やのに受けている母数に対して明らかに女子の採用率高くねみたいなことは結構あるから、まあそれがずるいとかそういういろんな声はあると思うんやけど、理系の中でも女性採用枠っていうのはあるから、そこは狙っていけると思う。男と対等に頑張ろうとすればするほどやっぱり男性にはかなわないなっていう気持ちが結構ある。そういうことが結構あった。学生の頃はまあそうでもなかったけど、社会人になって優秀な理系男子を目の当たりにするとやっぱりすごい。正直な話、圧倒的に男性の方が一つのことに対して没頭して結果を出して意地でも結果を出すっていうのはやっぱ男性の方がやっぱすごいな。デメリット2倍やねんけど、女友達が少ないんで結構孤独。結婚式に呼べる女友達がマジでおらんねんやか。うちぐらいになると別にそんなんいいやって思うんやけど、20代後半の時に周りが結婚式とかを挙げている時に自分が結婚式挙げたいなって思ってて、呼べる女友達がいないっていうのはこう死活問題なんよね。結婚式に対する憧れがある人はやめといた方がいいと思う。やっぱ部活とかやっぱサークルとか必須、絶対いる。あとやっぱ美容情報とかはマジで入ってこないから一人で収集。友達がこのメイクの仕方を教えてくれたり、このコテとかのくるくるアイロンとかを教えてくれたりとかしてくれへん。特に努力しなくても、ぶっちゃけ周りのレベルってめちゃくちゃ低いから、手を抜きがちない。で、デメリット3ね。数学科女子っていうのは、まあ珍しいんよ。だから名乗りにくいよね。この普通の一般社会では。例えば美容室とかで、大学時代に何学部なんみたいなことを聞かれて、まあ、数学科ですみたいなことを言った時にはもう、なんかいや僕って数学苦手なんだよねみたいなテンプレみたいな会話みたいになるから、若い時の合コンとか数学科とか多分マジでモテへんと思うんやんか。理系女がモテんのってもう理系男子からやから、ピンポイントの需要なんよ。理系女はモテるよっていうのは全員にモテるとかじゃないから、勘違いさあがんでっていうこと。デメリット4、大学院とかまでやって進んねんけど、大学院まで進むと自分は若いつもりやねんけど、いやだって学生やったからアラサースタートなんやんか。25で私は卒業したから、大学院で引きこもって勉強してる間は他の女子っていうのは婚活戦争真っ只中なんやんか、まあ、当然出遅れるよね。で、気がつくといい男は全員結婚してます。これガチやから、これめっちゃ重要。デメリット5番ね、社会に出ると自分の本当の女としての市場価値に気づく。可愛くて若い女の子とかマジでいっぱいいるから世の中でも、就職先とかが結構理系男子が多いから、なんかそれでもなんかボケっとしてるっていうか、なんかあんまり危機感がないんだよ。じゃあその最後にもう私の周りの理系女たちをちょっと紹介すると、高校の理系女たちはみんな上昇志向が強い人が多かった。なんかみんな医学部に行ったりで、アクセンチャーに行ったりとか起業して社長になったりとかしてる。だからみんなめっちゃ稼いでる。私とか全然稼いでない方で、もうあとみんな気が強い子が多かったわ、その高校の時の同級生の子は。これじゃないやろな、理系女っていうか高校の友達の特徴なんかもしれないけど、大学の友達は少ないんやけど、だって3人しかおらんから。で、まあ、知ってる子では営業 SE になってる。学生時代に数学科なんて来るんじゃなかったって私も思ってたし、その子ともよく愚痴ってた。稼ぎとしてはまあ多分私と同じぐらいなんじゃん。同じような職業をやってるから、まあまあ稼いでるんやけど、会社辞めたいっていうのが口癖。まあ私と一緒やねんな。なんか私も今考えると大学時代に戻れると同じ進路を選ぶかは疑問。まあ、数学科は結構楽しかったんけど、アクチュアリーは目指さないと思う。頑張ったら結果が出ますっていう世界ではないかな。社会人になったらだんだんこのぼっちになれてしまって、釣るものが億劫になって今に至るみたいな感じやねんけど、で好きなことをこんな風に YouTube とかをやり始めるんよ。もう勢い余って、それが Now。 女子が理学部、特に数学科に行く前に考えておくべきことでした。
もし役に立ったなと思ったら、いいねと、まあ、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。